皆さんこんにちは、みなみです。今回の動画はじゃん、こっちの白のドットのスカートをグレールの購入品紹介でご紹介させていただいたんですけど、ちょっとこのスカートのデザインが可愛すぎたので同じブラックも購入してみました。じゃーん、2種類使ってコーディネートを組んでいこうかなと思います。ぜひホワイト派かブラック派かコメント欄で教えてください。いつも私の基本情報を言うのを忘れているので先にお伝えさせていただきます。私は身長が155センチで体重が42から43ぐらいの体重です。はい、それではぜひ最後まで見てください。それではスタート。まず1号で目がブラックのスカート、ブラックのこのチュールのねブラウス合わせにしてみました。全体的にブラック、すっごい大人っぽいコーデになったんじゃないかなと思います。なので大人っぽさをさらに増すためにカバンと靴ベージュ系にしてすごく大人っぽさを出してみました。すっごくお気に入りのコーデができました。かわいい。今回は白も黒もどっちも S サイズを履いております。はい、続いて2コーデ目なんですけど、2コーデ目はピンクのトップスを合わせてみました。前一旦このホワイトの方のドットに合わせて紹介したんだけど、個人的にはブラックの方が可愛いかなと思いました。で、靴はさっきと同じ靴なんだけど、バッグを変えました。ちょっとさっきのバッグと色味似てるんだけど、私こういう色がさ、なんか何にでも合うから好きなんだよね。色味似てるけど形が長方形で、これも大人っぽく見えるんじゃないかなと思います。サマステとかめっちゃ良くない？私サマステピンクタンだからさ、めちゃめちゃ可愛いんじゃないかなと思います。はい、続いて3コーデ目、3コーデ目からホワイトのドットのスカートにしてみました。もう夏っぽさをとにかく出したかったので、さっきの 黒のコーデはさ、ちょっとなんか白に比べたら暑そうだよねこの白の方が涼しく見えるなと思いました。タンクトップを合わせて思いっきりこの辺を全開にして、開
焼け対策っていうことでね、なんか太陽めっちゃあるところはこうやってガードして、まあ、こういう感じで私は落として着るのが好きなのでこんな感じで合わせてみました。カバンは全体的にホワイトかなと思ったので白のバッグを合わせて、靴はこれブラウンのキャミを合わせているのでブラウンのサンダルにしてみました。この辺開けてるときはもう髪もアップにした方がいいかなと思ってさっきと同様ポニーテールにしました。ポニーテール見せたい。こんな感じです。なんかこのゴールドとこのゴールドが統一感を出してくれてる気がします。次4コーデ目です。4コーデ目ラストなんですけど、4コーデ目は紫のトップスを合わせてみました。ここがリボンになってるトップスなんですけど、私結構紫のお洋服をよく着るので今回も紫のトップスを合わせてみました。めっちゃ可愛いんだけどこのコーデ、普通に普段着、普段着ってか全部普段着だけど大学行く時とかのコーデとかにも良さそうだし、ちょっとカフェ行ったりとかショッピングしたりとかそういう日、休日とかにも良さそう。結構大人っぽさもありつつ可愛さもありつつって感じで、こういう方で好きな子多いんじゃないかなと思います。甘めって感じ、ジャニオタって感じ。はい、それではいかがだったでしょうか。今回の動画はちょっと初めてなんですけど、同じスカート色違いで購入してコーデを組んでみました。それでは今回の動画はこの辺りで終わりたいと思います。少しでも参考になっていればいいなと思っております。はい、それでは今後も私の好きなものをたくさん動画にしていけたらいいなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画も最後まで見てくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。